なんで失敗しちゃったんですよ。失敗です。人生人にはさ、ミステイクもあるよね。ミステイク。お疲れ様です、佐々木さん。はい、はい、どうしたんですか。どのタイミングで入っていくかちょっと分かりづらい感じなんですけど、あの、ね、はい、ミステイクを聞いてもらっていたんです。ミステイク、あ、ちょっと失敗しちゃって。私、何かあったんですか。あったんです、はいはい、あの、はい、先日京都と神戸にイベントに行っていて、はい、帰りが新神戸駅から新幹線乗ったんですけど、はい、新神戸駅で、うん、なんかね、うん、お土産の列がものすごい3コーナー曲がるぐらいすごい並んでいて、まあ、レジの数は多かったんですけど、はいはい、すごい並んでたんですね。で、すごい待ってたんですよ、うん、で、なんかね、淡路島の玉ねぎを使った肉に合う肉だれみたいなものがありましてですね、それをね、うん、こう持って、うん、でカステラとかを今日、うん、あのお届けしたカステラとかを持って、ありがとうございます、はい、待ってて、ほげーってなっちゃったんですね。2日間イベントした後で、なそうですよね、ほげーってしてて一人でいたんですけど、うん、並んでたら、うん、あと2人のところで、うん、なんか気が抜けたみたいで、うん、スコーンってここの間からそのあのタレの瓶を落としてしまって、ストーンって落ちてパリンですよ。うわー、で、あー、ごめんなさいってなって、で、本当にすいません、本当にすいませんって、あの運力私にしかかからなくて、はいはい、私の新しい靴と、スカートと、あとスーツケースにドシャーってなったんですけど、はいはい、でも皆さんにはかからなくてよかったと思って、でも、はいはい、あのすごい汚してしまったので、ごめんなさいごめんなさいって言って一緒に掃除しようと思ったんですけど、はい、あのガラスのかけらがあるから大丈夫です、ご自身だけ拭いててくださいねって言ってくださって、すいませんすいませんって言いながら自分のなんか玉ねぎの匂いをすごくオニオンな、ね、フレッシュな感じをこう取ったりしてて、はいはい、で床が綺麗になって、はい、でレジンの番に なる時に、はい、あ、もしよかったらさっきなんか、はい、さっきの瓶持ってきましょうか、もう一回買いますかみたいな言われて、あ、ごめんなさいごめんなさいって言って取ってきてもらって、で、あの日本分払いますって言ったんですけど、はいはい、あのこそってこう大丈夫ですよって、あのわざとじゃないので、大きくしなくて大丈夫ですよって言ってくださって、すごく気持ちよく対応してくださったんですよ、うんうん、ずっとごめんなさいごめんなさいって言ってたんですけど、うん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 、みたいな感じじゃなくて、あ、いいですね、なんかすごく、うんうん、ね、全然気にしないでくださいみたいな、かかってませんか、はいはい、ってあの、はい、かかったところだけ掃除しててくださいねって言ってくださって、うんうん、すごく申し訳なく、いやいや、温かい気持ちになり、温かいですね、うん、ただ帰りの新幹線が隣 の、うん、あの辻マネージャーにあの玉ねぎの匂いすごかった、ごめんねってちょっとかぶっちゃったもん で、 あ、そうですね、ごめんねって言って美味しいからいいんじゃないですか、美味しいからいいんじゃないですかなんて、なんか心がけないですけど、本当にあの心の広いスタッフの皆さんにお世話になって、はい、いいね、二度と瓶を持ってる時に気をウェーってならないように、まあ、ありますからね、こうつるっとね、いっちゃうことはね、こうね、抱えてるとスローモーションでした、うん、あーって感じですよね、ストンってこう、まあでも優しさにちょっと触れられたというところで、いや、うん、本当にダメな、申し訳なかったんですけど、うんうん、でもすごく優しくしてくださってありがとうございました、うんうん、いや、嬉しいですよね、ありがとうございました。また神戸の街がさらに好きになりますね。あ、いいですね、いいですね、楽しかったですかね、あっちの方のね、楽しかったです、関西系はね、すごく親切にしていただいて、いろんな場所で、はいはいはい、なんか気持ちがいいイベント2連チャン、ああそうですか、あ、じゃあ楽しかったです、ホクホクしながらって感じですね、ラジオ関西さんがね、うんうん、あの高橋部長によろしくお願いしますみたいなそうですね、このメール、俺のメールってみたいな感じだったりしてましたよ、はいはい、ありがとうございました、はい、それでなんかメールもあるんですか、そう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 、はい、あの、うん、瀬戸内のタイロンさんから、はいはいはい、あのね、お悩み相談だったんですけど、うん、今日とこうさっきついてからもらったの で、 あ、そうですよね、コーナーにできなくて、はいはい、ここでお答えしようと思います、はい、ここで、はいはい、あれだ、なんだっけ、ハマロンさん、ハマロンさんって知ってますか、ハマロンさんって何ですか、あの月曜から夜更かしの前説やってる芸人さん、はいはい、あの安室奈美恵を早く言いますとか言って、
メメってやる人だっけ、はいはい、やっちゃった、はいはい、タイロンさんだったからかな、ね、タイロンさんですけど、マロンさんとタイロンさんだった。私は英会話を勉強しているのですが、はい、まだ全然会話レベルになりません、はい、少し前に台湾人のエンジニアさんとバイリングルの友人と3人で長時間話す機会がありました、はい、何を話しているかは8割程度理解できましたが、うん、思うように話せたのは 1,2 割ぐらいでした、うんうん、これでも自分では進歩しているのですが、うん、まだまだパッと言葉が浮かんでこなくてもやもやします。なるほど。英語を話す機会を増やして場数を増やすのと、うん、コツコツ積み重ねるのが一番ということ、うんうん、ちゃんと喋ろうとせずに片言でいいからどんどん話すってことは理解していますが、うんうん、やはりジレンマはあります。さやかちゃんは学生時代から英語が好きで海外にも一人で行ったりしていますが、うんうん、こんな私にアドバイスをいただけたら嬉しいです、うん、というお便りが届きました。はいはい、もう頑張ってますね、タイロンさんね、すごいな。でもそうですね、うん、こうバイリンガルで話せちゃう友人がそこにいてしまうと、流暢に話してる日本人サイドの人を見てしまうと、うんうん、あ、ちゃんとそう公文で話さなきゃっていう焦りもちょっと生まれちゃうかもしれないですね、うんうんうん、まあそうですよね、うん、それもあるかもしれないんですけど、ね、でもそう、私が多分放送でも行ったことあると思うんですけど、うん、行ってきたイングリッシュブートキャンプで学んだことは、うん、セカンドイングリッシュっていうね、うんうんうん、そのバチンと当たる単語が、うん、特に知ってるのに思い出せないとか、うんうんうん、今あんなって言ったっけっていうのが思い出せない時にスルッとそれをずっと追わずに、うん、その言葉を別の言い方で、うん、なるほどなるほど、別の表現で、ね、表現する。例えば、うんうんうん、まあないと思いますけど、ハンバーグを、はい、ハンバーグのことを、はい、あ、もハンバーグだとなんかまたハンブルグとかになってくるから、違うな。ステーキとかね、ステーキ、ステーキとかね、ステーキってなんて言うんだっけ、はい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 、って思った時に、はい、あれだよ、肉の、はいはい、カットした、はい、カットして焼いただけの、はいはい、とか言い方を変える、うんうんうん、その単語一つが浮かばなかった時に、はい、ヒントをたくさんこう、うんうん、少しでも話して、うん、形とか、うんうん、色とか、はいはい、なんか特徴とか、はいはい、で乗り切るっていうね、うんうんうん、そうですね、うん、それは確かに伝わるかもしれないですよねっていうのが大事だと言われましたので、なるほど、私はなるべくそのね、そのものズバリな、うん、特に難しかったりする、うん、なかなか使わない言葉で言い表せないときは、うん、簡単な英語で形容して、うん、でそれ、うん、これかいって言われて、うん、そうってなったり、うんうん、なるほど、そういうことが多いので、うん、そうですね、それをパッと出せるように、その一個にこだわらないってことですかね、うんうんうん、なるほどなるほど、こう、うん、いろんなことで一つのどうしても正解な単語だったり、うんうん、言い方にこだわらずに、うんうん、これが思いつかない、じゃあこっちサイド、うん、こっちサイドっていう、こういろんな戦術の、うん、なんだろうな、コロコロこう切り替えというか、うんうん、反射神経を、はいはい、頭の柔らかいお孫ちゃんと一緒に、あ、そうですね、そうですね、なんかね、単語カードとかでやるといいんですよ、うん、結構、ああ、なるほどなるほど、日本語ね、こう、うん、飛行機っていう言葉を、うんうん、相手に飛行機って出させるために、うん、羽が張って、あ、飛ぶ、説明じゃないですけどね、大きいとか、うんうん、で、あ、やっぱりみたいな感じのとか、うんうんうん、あ、まだそっか、お孫ちゃんたちには逆の答えの方が難しいか、まあ、でもなんか、まあ、そうですね、そう、なんかそういうようなゲームな感覚で、うん、そうやってやったりするのも、そうですよね、瞬発力の訓練というかね、こうね、すると喋りやすくなるかもしれないですね、うん、楽しいかもしれないですね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。はい、私もまだまだ勉強中ですが一緒に頑張りましょうね。はい、長年ね、そうね、オリンピックの頃になんかたくさん街で見かけるようになるから、そうですね、たくさん自分から話す機会になるといいなと思って、うん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 、それが楽しくなりますよ多分、ね、はい、さらに東京オリンピックも話になって ね、ありがとうございま す、ね、じゃあまた最後にメッセージお願いします。はい、そうなんですよ、うん、寒くなってきたもので、あ、そうですね、寒くなってきたもので、なんか、なんか、うん、ラジオをお家でこう、うん、布団かぶりながら聞く季節になってきたんじゃないかなと思っていて、そうですね、夜ね聞きましたね、昔ね、そんなね、うんうん、そんな夜になんかこうクス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 って思いながら聞いてくれるラジオになるといいなと思っていつも花ラジオ作ってるんですけど、はいはい、先日、高橋部長のツイートで、オタクではない、アニメでそんなに明るくないアナウンサーちゃんが何言ってるかがあんまりわからないって、そうですね、一応笑ってましたけどね、あのプラスの意味で撮ってますよ、はい、で、そっかーと思って、ま
伝わる一番の番組目指してるんですけど茨城放送で難しいですよね。でももしかしたら、はいはい、なんかこの子言ってること全然わかんない半分以上わかんないっていう方もそうか多いのかっていうことに単語がねはってなったんですよ。でも人名は、いやだって小安さんはみんな知ってると思うんですよね。小安さんの名前が出てなかなか説明できないんですよ。だからヒントを与えた方がいいですよね。あの映画で誰々の声をしてますとか、説明しておきましたとかをあの放送中に放送中、ね、もう少し私がヒントを出せるように瞬発力でね、あ知らない方にはもういるかもしれないという観点を今までみんな知ってくれてるつもりに喋っていたけど、なるほどなるほど、もうちょっと幅広く番組作っていこうと思いますので、ぜひアニメそんなに詳しくないんだよなという方も安心して聞ける楽しい番組で、そして聞いているとなぜだかもうあれですよ、英語みたいな感じ聞いてるだけでスピードアニメに、そうですね、アニメの情報がどんどん入っていく、詳しくなりますから特撮にも詳しくなるみたいなはい、はい、そうですね、そんな番組に楽しい番組にしていきましょうね。はい、ぜひぜひそうしていきましょう、ということで、はい、佐々木さやかの花咲ラジオ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。